すっかり恋だよね。番組をご覧の皆さん、こんばんは。この時間はアンドゲーマー、夏休みに向けて恋愛テクニックを身につけよう、ドンピシャペチャンコのときめきメモリアルをこちら劇場マンスタジオからお送りいたします。本日の相手は3人称のドンピシャと同じく3人称のペチャンコです。よろしくお願いします。さっさっさっさ、この番組アンドゲーマーとはゲームを見る人とゲームをする人が一緒になり、いろんなゲームのいろんな楽しさをもっとたくさんの人に広げちゃおうという番組になっております。本日もニコニコ生放送に加え Twitch、ユーストリーム3チャンネル同時配信を行っております。番組説明に、URL が記載されております。ニコニコ生放送も、高画質ではあるんですが、はい、我々の、ね、テクニックをもっとよ、もっとよく高画質見たいという方はぜひそちらも覗いてみてください。はい、はい、というわけで先週に引き続き今日も、恋愛のお勉強をしていきましょう。しましょう、しましょう、うん、プレイするタイトルはこちら、初代ときめきメモリアルでございますと、はい、出てるね。出てますか、うん、あ、これですね、出てますね、出てるここに。前回どんなことがあったか覚えてますか。前回、あ、別にあのなんか書いてたノート見てもいいんだよ。よくわかんない、よくわかんない、そのマルヒ、これね、マルヒノート全然いいんだよ。なんて前回はお、しおりちゃんの生、年月日をメモってます、うん、あとは朝比奈さん、朝比奈さん、あの 赤髪の朝比奈さん、そう、あ、はいはいはい、かな、はいはい、あとは虹野さん、青髪の虹野さん髪の色で覚えてないんだよ。青髪の虹野さんだな。多分サッカー部の。ああ、そうだ、俺サッカー部だ。そういえばそうだ、サッカー部だ。そうだ、サッカー部だ。お前最初バスケ部だったんだけど。ああ、あれ配分、配分になった。バスケ部、バスケ部配分になった。違う違う違う、配分じゃない、配分じゃない。お前が、あれ違う。お前ね、第3日曜日のバスケの練習、うん、これを一回、うん、なんかしおりちゃんの誕生日だっつって、うん、あの。行かなかった。そしたらマジで部長に、うん、やめてもらうって言われたの。あ、マジか。配分になったんじゃないか。配分になってない。まあ、多分まだやって練習はしてる。お前の時練習はしてる。あ、そう。あ、そう。で、そこでサッカー部に入って、うん、で、あれだね。なんだ。お風呂覗いたね。あ、覗いたね。あれは良かった。あれは良かったね。逆立ちした人も覗いたね。そう、こうなってた人。ああ、こうなってた。まあ結果何も見れなかったんでね。何も見れず、ええええ、で8月ってことは、うん、はい、前回4ヶ月、4ヶ月、そうか、8月ぐらいまでしか進めてないんだね、うん、なるほどなるほど。じゃあそんな感じですね。じゃあ僕らゲーマーなのでゲームします。本当にときめきメモリアルやっていきましょう。やっていきましょう。あ、嘘こっか、カメラ全然違うとこ見てたかもしれない。どこ見てた。なんかテレビの横ら辺見てたかもしれない。分かる、あれか、単語、うんうん、はい、じゃあこれかな。土井誠二、土井誠二、あだ名誠ちゃん、所属部サッカー、うん、バスケ部辞めさせられたからってサッカー部に入っちゃう。すぐ蹴りゃいいんだっつって。おはよう。今回もね、うん、雑誌あの、うん、バイブル、あ、うん、持ってきてんの、うん、いっぺ、あの、いっぺん持ってきてます。いっぺん持ってきてる。いっぺん持ってきてる。急に来たね。新しいのもね、仕入れたから。あ、本当に、うん、お、まだ名前は言えないけど、あれ、うん、でもちょっと、うん、何何西野カナ震えるデートって。お前これ楽しみにしとけ。何それ、お前楽しみにしとけ。楽しみだな、うん、どこで使うの西野から震えるデート、うん、お前西野からのね震えるデートが出てるから。お前これ楽しみにしとけ。ああ、楽しみにしとけ。どうしようか今日は。何からいく。土井、土井、あ、土井ね、ちょっとストレス溜まってるわ。お前17でストレスが溜まってるっていかんね。全然溜まってる。ストレスフリー。お前これさ、うん、1週間やっちゃうやつじゃん。あ、やべえ、1週間寝た。でも、土井ぐらいになると1週間寝ないとストレス解消されないんで。ほらね、ぴったりじゃん。
1週間寝て過ごしてやっとストレスがなくなるって相当だよ。しかも学生だから。いやでもほら夏休み中だから大丈夫。あ、これ夏休みなの？うん、多分ね。分かんないけど。夏休みっつったらやっぱりデート？あ、そっか。あ、これさ、ひょっとしてだよ。うん、なんか吉尾に情報をいろいろ聞かないといけないんじゃないの？ちょっと吉尾かけてみる。吉尾に一回かけてみよう。確か。でも一回吉尾に電話しなかった。いや、多分初かけ。あ、これ吉尾出ねえわ。いや、出るだろう。はい、早乙女です。高声。はい。ちょっと吉尾やって。女の子とかなら任せておけって言ってたよな。もちろん。もちろん。何について聞きたいんだ。うぜえ。向こうでも結構上向いてやってる。ほんまじか。女の子の評価聞く。評価か。評価。ちょっと待ってくれよ。これあれで耳かっぽじってよく聞けよっていうやつで。いや言わない。そんなん言わない。あれ全然本当に言わない。本当に言わねえわ。お前本当に言わねえ。あ、全然言わねえわ。あ、女の子情報でも聞いてみようかな。あ、ほらほらこれだ、ほらこれで虹野さん。虹野さんでもで、いやこれ今評価でしょ。うん、さっきのあの電話帳に出てない。お前え普通よりちょっと嫌われてるよ。あれなんでなんでデートしたのに倒れたからじゃない。あ、そういうこと。一回倒れたよね。こいつ弱えって。うん、なんかやっぱ弱えやつだって。マネージャーとかはやっぱ強い。なんだよ、細マッチョみたいなのが好きなんで。しょうもねえな。いやだって俺運動すごいできる子だからきっと細マッチョだよ。できる子だよ。まあそうそうだ。ニジンのと。あったあった。耳かっぽじ。ほら。なあ言ったろ。耳かっぽじってよく聞くよって。俺は俺知ってんだよ。吉本。かっぽじる。早く。吉本。うん、こういうことでしょ。もうちょっと白くなったじゃねえかよ。お前。やってくれよ。なんかやだよ。ここちょっと白くなっちゃったよ。白乱。白乱じゃねえ。なんでお前耳のやつで白乱になるのに。ほらちゃんと出てるよ。西野さんの情報出てたわ。なんだっけ。うわ、運動部のアイドルだって。やるな。やるな。どう。まあ好きではあるね。スリーサイズは。81、59、82、うん、分かんないんだよね。分かんないんだよね。でも多分小さい。本当、うん、今多分すごい女性の敵に。そんなことないよ。なるんじゃないこれ。敵つけるよこれ。ちっちゃくない。ちっちゃくない。ちっちゃくない。すぐ変えたね。多分ちょうどいい、うん、ちょうどいい。アイドル趣味料理だってよ。なーにってことよ。なーにってことよ。あ、誕生日、誕生日。あ、誕生日、お前。ちょっと待ってよ。1月13日。西野さんな。うん、山羊座。山羊座。大丈夫、分かった。山羊座な。いや、危ねえ。危ねえ。自分で言っといて。山羊座。うん。オッケー。で、うん、ウエストも書いとくわ。ウエストだけ書いとく。書いてる。81、59、82。ウエストだけ書く必要はねえけどな。スリーサイズもうメモりました。あーし、オッケー。はい。あーし。あーいいね。これで電話できるんだもん。これで電話できるね。今んとこまだ狙ってる、誰を狙ってるとかっていうのはないんだよね。まあそうだね。でもまあ強いて言えばしおりちゃんがいいけどね。まあまだね、2人しか出てきてない、ね。しおりちゃんいいよ。しおりちゃんいいよ、ね。運動127ってやばくない俺。相当だぞ。これ超えてるね。超えてきてるよ。超えてきてる。勉強しとくか。一旦。そうだね。うん。エリン、エリン、エリン。前回47点ぐらいだったから平均。あ、新学期だ。あれ新学期なんか。新学期になると来なかった人とかいなかった？いたいたいた。あれお前。いやいやいや来てる来てる。あれ俺来てる。3年間俺通ったよ。行ってた？うん。あれ知ってるじゃん。嘘。あれあそっか。え？俺。でもお前なんかさ、よく昼から来てなかった？来てない。嘘だよ、絶対来てるじゃん、昼から。お前人指で刺すんだよ。やばい、おられる。おられる、おられる、おられる。あともうちょい行ったら、おられる。ごめんごめん、そんなことなかった、はい、そんなことなかった。そうだろ。そんなことないな。行け行け。日曜日だ。
日曜日か。日曜日じゃ部活にしようかな。あ、いいね。もうちょっと蹴れるよ。まあ、なんか前回全然蹴れなくなかった。なんかステーンになってた。いや、なってない、なってない。そんなの。お前急に足組み出した。組むの足組み。やっぱ男は足組むか。足組んでなんぼでしょう。あ、まあ、わかる。わかんない。何どういうこと、分かんのかよって言うんだよ。体調やばくない、うん、いいってこと。いや、あ、俺、あれ、あ、これ、あ、あれやべえ、嘘、怪我するぞ、そろそろ。8だよ。8は、もう多分疲労骨折、うん、手前だよ。ワンチャン、ミートグッバイあるぞ。あるかな。ミートグッバイワンチャンある。あ、もうなるかもしれない。あるよ、ミートグッバイ。サッカー選手ですよ。じゃあ、あるな、うん、ある。じゃあこれどうする。ミントグッパイあるぞ。やばい。え、寝といた方がいいのかなこれ。体調でもこれ1週間か。1週間だもんね、うん、ちょっと文系60やばくない、これ大丈夫。あ、これ、あれ、あ、これ、あ、あれ、やばい、やばい。ここミントグッパイしたんじゃないの。嘘。あれ、あれ、新しいの来んじゃないか。ややこんなところに本が落ちてるぞ。難しそうな本だな。これ来るな。一体誰の忘れ物だろう。あ、なんて読むのこれ。こうずき、こうずき、こういう時はね、見ろ、見とけ。女口、女口ずき、女口ずき、女口ずきさんはね、ね、ペイさん、キサラギだって。ペイさん、キサラギだって。あ、やっぱり顔見しちゃった先に。あ、ちょっと可愛かったな。大丈夫、見てない。ちょっと可愛かったな。おはっす。この辺りに本が教えなかったでしょ。あ、これ読まなくていいね。あ、俺のこと。そうです、よかった。俺のことじゃないの、これのこと。本が落ちてる。俺のこと、俺のこと、俺のこと。意味わからない。どう今のところ。いや、いいよ、いい、いいと思います。いやすごいね、このリボン2つつけてるね、ここね、髪の毛で。お前セーラー服と多分合わせてる、ね、合わせてきてるね。大小だから、これ随分スッスッスッってやんなきゃいけないんだね。そうか、すごく大事な本だったので。私、キサラギミオと言います。あー、ミオちゃん、ミオちゃんって言うのね。誕生日2月3日だって。あれ、1日違い俺と。遅くない、自分の誕生日。遅くない、考えちゃった。 A 型だ。あれ、土井誠二。本当に土井さん。土井さんと別にちょっと割れちゃうの。お前土井さんに失礼だよ。違います、土井さんと別にちょっと割れちゃう。もう行かなきゃ。あー、行っちゃった。結構可愛かったな、結構可愛かったな。あ、メガネありだね。まず聞くんじゃない。あ、そうだね、よしお。でもどうなの、ビビッときた。まあちょっと来てる、来てはいる、来てる。ちょっとよしおに聞いとこ、一応、うん、一応ただ女の子の電話番号は全部しよう。そう考えるとさ、よしおってすごくない。よしおやべえ、全員の電話番号知ってんでしょ、うん、知ってる。よしおノートがやばいね。 あれ待って、あれ、よしお妹いんのけ。よしお妹います。よしお妹いんのけ。よしおいる、教えてや、教えてや。早乙女由美っていう。由美ちゃん、あれ。やめたれ、やめたれ、やめたれ。これはおい、全国だこれ。やめろ。そうか、やめとくか。うん、分かった、やめろ、うん、今は、今はそういう話するな。そうだな、まだ早いな。うん、あ、あ、そうか、うん、ちょっとこれはあえて言うのはやめときます。なんで。一応なんかこうストーリー的にあるから。あ、そうなの、うん、ちなみにこの子の男性のタイプは、うんうん、自分を一人の女性として扱ってくれる人だそうです。扱うよ。早いね、そんなの。はい、あ、もう来たね。あ、今、あれはどうやって知るんだろうな。まあいいか、いいよ、まあいいや、進めろや、進めようかな。進めりゃすぐだわ。
当たり前のこと聞くなよ。当たり前のこと聞くなよ。どうしたんだ今日は。評価聞く。これ毎回評価聞かないといけないね。そりゃね。上がってねえか。一回だってさ、本。こんなとこだな。うわもうなんかあれじゃん、ミオちゃん出会った途端もうダメじゃん、ちょっと急に下がで呼ぶんだな。なんだろう、ミオちゃん、ミオちゃん、これか、本拾ってくれたさ、うん、親切な人なわけだ、うん、なわけなのに普通以下だからね。どうだ、ガツガツ来るかもしれないっていう、多分女の子のあれじゃない、感じちゃった、感じちゃったんじゃない。そう、そういうタイプじゃないんだけど。うんかポチってよく聞け。うん。でどこだな。うん、いいね。おお、そうか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 。A 型ね。体が弱いことを気にしているゲーテの刺繍が、刺繍？そうだ、ね。がお気に入りだって。すごいね。頭良さそうだな。頭良くないとダメなパターンかもしれないな。ミオちゃんね。あー、あるかもね。何が？デートはだから。どこ？美術館のみ。そうだね、何回も行ってさ。何回も、あ、待って、クラブ演劇部、おい演じる。いや、お前女の子のためにクラブお前2個目だとやめるって言ったら配分サッカー部配分サッカー部配分にさすのもありだ。でもそしたらあれだよ、西野さんはサッカー部だよ、うん、あどうすんの。困ったなぁ、すごいな、出てくるたんびに人のあれが変わっていくんだ。それは困るなぁ、だってちょっとメガネ外したくない？メガネ外したくない？この子の。あー、俺もう分かる。分かるでしょ、うん、でもどうだろう、メガネ、うん、あった方がいいかもしれないっていう時もない？いやだから外してあげて。お前が外すの？そう、そう、外してあげるんだ。そう、外してあげて。何今どういうあれなの？どういう時なの？何が？何？なんで外してあげる？まあ、そこ聞く？え？いいのか。そのまそこまでいいのか俺は詳しく。早くない？もうそこまで言ってんの？言わないけど。言わないけど早くないか。メガネ外してあげるためってそんなもんだろ？なかなかないだろ、だってここに。どこであるっつんだよ。まあ、ってみろ。そうだな。ねえだろうが。そうだよ、ごめん。ほら、ほら、これがあって。お前はすごいな。そうだろ。さすがだな。何ってことよ。いいってことよ。水上だな。よし。あ、バストしか測ってない俺。80。いや、だから。新しい。やばい、新しい。あれ？あ、うわ、本当にごめんなさい。それじゃあ多分ね、嫌い。だって土井も変な髪型って言ってたもん、うん、嫌い、多分嫌い。これはどうなんすか、嫌われタイプだと思う。本当、うん、いやでも後々出てくるから。本当、もしかしたら来るかな、うん、ときめく可能性もある。じゃあ聞いとく。体調最高体調最高潮だね、うん、これやばい。これ寝とばないの。あ、待って、あ、まだやばない、ね、あ、まだ一週間部活の日、お前ね、お前やるとこだったぞ俺。お前自分では分かってんだけど寝ちゃうっていう。危ない危ない、お前頼むよ。で俺出たらさ、どうせミートクッパしちゃうんじゃないの出たら大丈夫かな。お前試合だろ。あれ、やっぱしかも試合じゃん、大東京高校。でかいぞこれは。でかいぞ。あ、お、はい、入った、一手入れた。あ、あ、二手入れた。運動130ぐらいだからね、なめるなよ。やばくないこれ。5手入れたぞ楽勝楽勝。ドイすごくない？ドイすごいわ。131だよ、だって運動。これはあの子、虹野さん、うん、メロメロなんじゃない？やっぱエースと付き合うじゃん。そうだね、基本的にかなり来てるよ。サッカーでいうとやっぱエースストライカーか、うん、あの、まあ、中盤の人と付き合うんだよ、うん、お前はどこだったの？どこポジだったの？俺はフォワードだった。へえ、左のフォワードです。いざ左足だ、お前。そうだ、お前、そう思い出した、そうだ別にお前右利きの、別にいいわ。手は右利きだけど足は左利きなんだっけ、うん、よくわかんない。腹立つ
聞き足で腹立たれてたらもうダメだよ。なんなんだよ。別にまああるよね。でもでも野球もさ、うん、なんか右だけどあえて左に直す人とかいるじゃん。はいはい、直すよ。いるいるいる。そういうことじゃない。黄金の左足的な。そうだね。レフティーモンスターだよ。レフティーモンスター。自分で言う？お前レフティーモンスターだったの。レフティーモンスター。でもお前すごいんだよね、サッカー。俺か、腕前が。そうだね。レフティーモンスター。俺か、うん、あの小倉。小倉。あのかどっちか。あ、マジか、うん。そう、そんなレベルだったんだ。そうそう、グランパスの。へえ、何してんだろうね今。今わかんない。ここで。ここそうだね。俺のモンスターはここで何をしてるんだろうね。何してんだろうねレフティーモンスター。こんなはずじゃなかったんだ。こんなはずじゃないな。ちょっと怪我したらすぐ俺バスケやっちゃった。しょうもな、うん、しょうもな。続けて。どうしようかな。体調ある程度戻ってきたから。戻ってんじゃん。寝たの。1週間寝たからな。ストレス。いや、でデートする。そうだね。どっちだろうな。どっちとか一番嫌な男だね。ミウちゃん行った？ミウちゃん行った。あの真面目そうだ。はい。お前女の子選ぶときにこうやってやってさ、お前選ぶって。あ、今日は何のご用？土井さん？でもキモくない？普通に考えたら。え？いきなりなんで番号してんのって話になるじゃん。キモくない？でも連絡もう連絡もじゃないや。あったな。あったじゃん。四角い、うん、あったな連絡も、うん、ファイルに入ってたわ俺。ファイルに、うん、ファイルに。俺なんかさ、それが足りませんみたいなことをさ電話で言われてさ。どういうこと？なんか連絡も、そこの連絡網が今なくなってしまって、うん、ちょっと教えていただくことはできますかって電話が来たの、うん、でよくわかんないから、うん、ちょっと待ってくださいって。その時はおばあちゃんしか家にいなくて、おばあちゃん呼んだらうるせえっつって言ったの。俺びっくりしちゃって。おばあちゃんがやばい。おばあちゃんそんなに大きい声出すとは思わなかったから。おばあちゃんで1階にいて、ちょっとおばあちゃんっつって、うん、なんかその連絡網がなんたらかんたらっていう人がいるんだけど、うん、なんかその時流行ってたの、そういう個人情報を聞き出すみたいな、うん、小学生ぐらい。へー、おばあちゃんと最初で最後じゃない。あんな大きいうるせえ聞いたの。おい、うるせえってやばいね。それびっくりするよ、震えるよ。なイライラしてたのかな、おばあちゃん。おばあちゃんタイミング悪かったのか。うるせえっつって。あれはびっくりした、今でも覚えてる。それはすごいわ。連絡も懐かしいな。連絡もあった。まあそうか、そういうものがあれば自然か。そう、でもどん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 こう回していくんだよね、うん、自分は誰誰さんみたいな。そうだそうだ、なんで俺の次好きな子じゃねえんだろうって毎回思ってたわ。そう、でもお前電話してた。ああ、する時もあったよ。美恵子だろ。まあ小学校の時とかはな。中学校。ああ、でもそうか。高校はなかったよね。高校はないかも。でもなんかさ、自分家とその自分が好きな子の家がつながるってちょっとよくない？電話線で。電話線で。それだけじゃないよ。それだけじゃない。だからその家族ぐるみでちょっとつながるっていう感じ。ああ、ぐるみね。うん。まあいい。あの時代でさ、好きな子に電話かけるときってさ、うん、家電だったじゃん。家電って。あ、ちょっとあの続けて。あ、そう、うん。ゲームも続けてじゃん。そう、うん。横耳でいいから。うん。別にもうゲーム逆でもいい、全然。あ、なこれ逆にできるの？なん、後もいいよ。あ、別に。あ。あ、なにこれ、あ、いい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 、すごくいいこれ。すごいいいね、うん、なるほどなるほど。その、うん、あ、ちょっと待って、今あれだわ、デート決めないといけないから、ちょっと待ってね。あ、いい、お前、その子はあれ、うん、さっき言ってたじゃん、うん、あ、あれだ、美術。そうそうそう、次のページ行けよ。ゲームセンターの時って終わりだった。あ、やべえ、ねじゃあ、まあ、動物園じゃない。え、だいたいシマウマ見れば。マジ、うん、シマウマ見れば。いや、頭いい人っていうのはそうだよ。本当？シマウマとか見て落ち着く。なんでこうなってるんだろうっていうのを、うん、そのすごいところからこう計算して。すごいところから計算するの、うん、俺らみたいになんかこう、うん、
多分お前 なんで死のままなってると思う。え、そ知らねえよだね、だお前はそこで知らねえよっていうことになるでしょ。でも、うん、頭いい子っていうのは、うん、きっとだからすごい、だから次の人がすごい調べ出すと思うんだよ。ああそうなの、うん、だから行ってみ。分かった。シマウマいるこの動物園ところで。それは分からない。シマウマ、あ、今ちょっと約束が。今嘘だせっかく誘っていただいたのに。お前中学生の時に携帯電話持ってた。中学校、中学校、あ、中3の時にエッジ持ってた。エッジ持ってたな。エッジ持ってた。エッジあったわ。エッジあった。俺、うん、俺こう、あ、違うわ。え、俺も中学だ。中3？エッジ。エッジ。うわもう知らないもん。あ、知らないの？エッジ知らないの？ピッチのエッジ知らないの？ピッチだっけ？ピッチだよ。ピッチだよ。あれピッチ。ピッチのエッジ知らないのかい？うわたまに。え、じゃあそれまでさ、好きな子とかに電話した時ある？あるよ。家電。あるある家電。あれさ、お兄ちゃんの破壊力やばくない？いや俺はお父さんの破壊力やばい。お父さん出る時間帯か。中学校の時に付き合った子、うん、初めて付き合った子はいたんだけど、うん、ゆかちゃんっていうんだけどね。ゆかちゃんとさ連絡取るの家しかなかったから。ゆかちゃんね、結構いい感じだったんだけどさ、2週間経ったぐらいでさ、うん、口ばっかり動かさないで。2週間経ったぐらいでさ電話したらさ、お父さん出ちゃってさ。お父さん出ちゃうね、うん、なんかちょっとキレられてさ、なんで、え、何、誰みたいな。うわー、そういうやつ。え、うちのことどういうあれでみたいな。うわ俺間違えましたって切っちゃうかもしれない。うん、切ったよ。切るよ、そんな。いや、別に何でもないっすって。うわ、うん、別れちゃった。それで怖くて、怖くて怖くて。いや、でもね、分からなくない。今の子なんてさ、うん、だってさ、LINE とかもだって携帯でさ、うん、そのままいけるわけじゃない。そうそう、いける。通話料なんてかかんないんだよ。うん、通話料ドキドキしなかった。家電すげえ、なんか怒られた記憶もあるもん。お前2時間もどこにかけてんだみたいな。もう今はそういうのないでしょ。ない、ないんじゃない。でも今もっとなんかエグそうだけどな。いろいろできるじゃん、何でも携帯からできちゃうから。確かに。おっと待って、何しようかな。だから俺はね、逆に今学生だ、 LINE があるこの今のご時世で、うん、俺学生じゃなくてよかったと思う。ああそうだね。だって絶対まずグループになるじゃん。もうさ、あっちはあっちでこうやって喋ってるじゃん、うん、で何百とかになるじゃん。なるね、なるね。辛くね。もうちょっとゲーム集中できなくなってきちゃったな。ごめん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 、楽しくなってきちゃったよ。そうだね、脱線しちゃった。楽しくなってきちゃったよ。みんなもそうだ、ゲームを見に来てんだもん。やんなさいよゲーム。そうだな、サッカーしてなさいよ。そうだ、ごめんごめんごめん。話せちゃうな多分。話せちゃう。あれ、あ、やばい、あの子からじゃないの。誰だ、あ、誰誰誰、神林、縦林、立ててる、立てる方か。え、誰。でも函館の伊達だから伊達林かもしれない。いやでも可能性ある。うん、あるな。お前これ連絡も回ってきてんだよ。誰。おい、お前安尾に電話しろよ。吉尾な。吉尾だから。お前友達の名前。お前こんなにも教えてくれてる友達の名前間違え。内緒、や、ノリ、なんだっけ、ノリオじゃねえよ。誰だっけ、誰だっけ。吉尾だよ。吉尾か。なんだよ、ちょっと吉尾には内緒にしといてくれ。かけ離れすぎだわ。ちょっと電話して聞いてみる。吉尾に。あれ今度の日曜って今日じゃない。あ、いやでも今度電話するの。そう、電話だよ、まだ電話しよう。ノリオに、ノリオに電話しよう。ノリオでいいよ、サートメ。ノリオにめっちゃ暇してんだよな、たっけ。うん、日曜日だもん。こいつは3個オール目に出るな。多分だ、部屋から家の電話まで、うん、割と広いぞ。3コール、3コールで行ける。うん、3コール。なんだ、どいか。当たり前のこと聞くなよ。これ、まいつら、これ、まいつらって言っちゃった。こいつら、こいつら毎回同じやり取りしてる。うん、しょうがない。評価が
評価か。ちょっと待ってくれよ。はい、でももう10月だ。あ、もう2ヶ月進めてんじゃん、今日は。早くない？早いよ。あれ？でもいねえじゃん。でも30分、30分で30分、30分で2ヶ月いいじゃん。いいペースだね。あれ？いねえじゃん。いないな。伊達早いねえじゃん。女の子の評価つって、うん、伊集院がいるってことは女の子じゃないの？あ、林？あ、林じゃねえや。男じゃん。獣院。え、何？何こいつ？嫌い。ね。ね？これ何？何？メモる。いや、いい。いい。汚れるノートが。誰こいつ？なんだこいつ？写真の撮り方が。気持ち悪いな。あの写真って。こうやって撮ってんでしょ。あ、自分で撮ってるやつ、うん、こうやって撮ってるんでしょ。こうやって多分撮ってる。どうやって撮ってんの、うん、どうやって撮ってるの。なんこうやって、こうやって撮ってんの。どうやって撮ってんの。よし、伊集院だったな。伊集院でしょ、うん、かっこよかった。ありがとう。なんだよ、なんだよこれ。文系、文系目指してんのか。文系上げとこう。70、100。でもこれさ、運動100、勉強100とかってできんの？そういうの。できんじゃない。いくんかな。やばい、対象2。危ないな、ギリギリだよ。対象2だぞ。でも俺さ、もうちょっとさ、アグレッシブにデートした方がいいんじゃないか。そうだよなあ。さっき断られたから、あれ今度は2時のさ。ああ、そうだね。こっちは多分ね、イチコロだよ。だってさっき、すげえサッカー上手いんだろ。サキって名前いいよね。いいよね、サキ。あのサってよくない？あのサいい。さんずいに。あのサいい。少ないんだよ。なんであのサいいんだろうな。なんなんだろうね、うん、あれか、かわいいんだよね。作業って、サ。サ。サユリ。サ、うん、好きだね、いい、好き。サっていいよね。デート。あ、うん、今日何日？今日は8日。あ、あ、あさって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 。何が好きって言ってたっけ？なんかゲーセンとか好きそう。いや、山羊座しか書いてない俺。山羊座？うん。おあれ？なんでお前山羊座、もう言えねえよ。山羊座言えねえの？山羊座だけ？いや、スポーツは見るのが好きって言ってた。なるほど、スポーツ観戦は見るのが好きって言ってた。ねえな。ないね。ちょ、なんか情報。あ、私服超可愛いじゃん。お前バカ。お前キャップかぶる系？レインボーって書いてある。キャップかぶってる。かっけ。かっけ。でもね、スパッツなんだよね。スパッツ？実際だ、多分行ったらいいと思うけど、黒のスパッツを履いてきたらどうする？好き。あ、いいんだ。いいんじゃない？黒のスパッツに。だってその、だってここまでのスパッツ履いてきたら。ってなる。じゃあいい、じゃあいい。そうだね。面倒見が良くて、困ってる人を見ると放っておけないんだって。だから、うん、ショッピングじゃない？ショッピングするか。まあ無難だな。うん、うん、誰でもするから。お、きた！きた！やばい、興奮して壊しちゃった。壊すなよお前。壊れやすいけども。大丈夫、大丈夫。はい、待ち合わせです。ちゃんと直してよ。よし。よし。下から何しようかな。あれ、これ寝たらさ、どうなっちゃうの？寝ちゃうの？1週間。そんなことないよね。その日になったら、その日になる。だよね。ブルン。よーし。うわ、ショッピング街。ショッピング街いいな。待ち合わせか。デイツ。あれこれ。ふう。すごい。青で来たね、ずいぶん。ね。髪青で、青で来るか。青で来たな。胸、胸の。私も行ったところよ。前島までお前。大何ボタンまで開けてんの。大。前。この辺まで開いてんじゃん。 T シャツ着てるけども見えちゃうぞ。見えるかな。
それじゃあどこに買い物に行こうか。あーちょっと洋服買った方がいいんじゃないの。ちょっと青攻めすぎじゃない。洋服でも見に行こうよ、うん、行きましょう。うん、お前は女の子と買い物に行ったことある。私って洋服に無頓着な方なの。お前バカにしてんのか、うん、あるよそれはあるよ。俺結構好きだよ。何好きなタイプ。あの女の子が選んでるのを一緒に選ぶみたいな。ああそうそうそう何今の何今の恥ずかしくなっちゃったけど結構好きな方で帰って選んであげるの、仕立ててあげるの。いや、まあ、それもあるしぼーっと見てんのも好き。こいつ何選ぶんだろうっていう感じ。でもお前109行ったことねっつった感じ。109はねえよ。お前109行ったことねえのに、お前それは洋服買いに行ってるとは言えないよ。109ってあれかい、なんかみんな行くんかい。女子は109は全員行く全員まず109行くよ。マジ、うん、とりあえずどこ行くっつったら109なの。そうだよ、とりあえず靴は ABC マートみたいな感じ。俺らで言う と言うととりあえず靴どうしようか、 ABC マートでいいんじゃないみたいな。マジかよ。洋服はそうだね。じゃあそうなるとショッピング行ったとは言えねえな。言えない。お前なんだ。俺もないけど手出したこいつ本番中に手出したよとうとう手出したのお前やべえ、なんつってた前の会話。お前と喋ってたせいで何も分かんなくなった。なんつってたの。本当に女の子の話ってやばくない。これはこれはやばい。やばくない。でお前はどうすんの。多分、うん、悩んでる悩んでる。何にしましょうかって言ってて、うん、どうしてなのとかしますとなると本当に女の子これはあ服に無頓着なんだって言ってたって。あマジ、うん、もうそしたらこれ一択じゃない。お前はそうか。それなら俺も一緒に見るかな。じゃあだよね、 2だよね。ほら 2やるなっつってるもん。これ2ですよ。これ1択ですよ。でも恥ずかしくない。あれなんか大丈夫。あーよ、うん、あーうんうん。今日はとても楽しかったよ。よしまた誘ってね。評価いい。おうそろそろ帰りましょう。あーなんもないんだ。普通に帰るんだね。え普通に帰ってた。どういうこと。そのどういうことだから普通に帰ってたって何。高校の時デートしてたでしょ、うん、君はいっぱい。いや そんなにしたことない2、3回とかで、してたじゃん。まっすぐ帰ってた。まっすぐ帰ってた。あそう現地集合現地解散。ああそう4時、マジ学校だから3時頃終わる。うんで4時。あゆみちゃんとやめて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 お前とうとう言ったな高校の時の彼女の名前を。ああなんかすっきりした。すごいすっきりした。ああお前とうとう言うか。ずっと疲れてたもん。お前一回だからもうすごいこの辺まで来てる。出てるよこの辺まで来てる。お前だったら出てるよ。ずっとこの辺まで来てる。出てんだよそこは。俺はずっと撮れてた。すごいすっきりした。まあいいよお前一発があるから。よし何これ今。あ文化祭じゃん。そう文化祭ですよ。誰を誘うかっていう。やっぱしおりちゃんがいいな。あ今んとこしおりちゃんか。今んとこしおりちゃんだね。おしおりが現れたぞ。あもう何呼び捨て。あれ呼び捨てだったっけ。それだって幼馴染。あそっかなんかちょっと斜めなんだよね計算ですよ。こっちから来たのかな。そういうこと。いや最中なんじゃない。そういうことなの、うん、いや計算じゃないの。あるじゃん、なんか走ってて急に呼び止められるとさ、うん、あ、うん、そんななる時あるじゃん、うん、なるちょっと急いでるからっつってこっち行くような時ある、うん、あ、何これ。あ、あれじゃあね。あれ断られてる。お前一人なんじゃないの文化祭。あ、わいた。あ、あどれか乗りよ。ノリオも一人か。ノリオ今年は演劇部が面白いらしいぜ。あれあれ一緒じゃねえじゃん。演劇部って誰かいたな。サイザワ。誰サイザワ。お前ね、俺サイザワなんて言ったっけ。誰だっけ。伊達伊達政宗。違う
誰？お前名前もメモってねえのかよ。ミオちゃんだよ。ミオちゃんだろ。あ、ミオちゃん。あ、キサラ、キサラギ。ミオちゃん。キサラギ。キサラギだ。ミオちゃん。演劇部だ。そうかそうか。じゃあ、あれでもなんかいろいろ見に行けるよ。しおり、一緒に行ってくれなかったから演劇部じゃねえや。吹奏楽部見に行く。か、違うところ行って、うん、新しい子。あ、そういうことか。新しい出会い。新しい出会いか。新しい出会いだな。求めたいね。求めたい。電脳。美術。文芸か、うん、科学、電脳、美術のどれか。でもやっぱ気になるのは電脳だよね。何をしてるのか気になるよね。何してるのかちょっと気になるもん。出し物どうする。どっちが強い。何が。多分女の子はいない。いない。いないだろ。いるか。マニアックな子がいるかもしれない。あ、ちょっと変わった子がいるかもしれない。さっきの子いるかもね。あのぶつかった子。ああ、それだったらいかない。でも美術部ってなんか、でも多分みんな見たいのは電脳。俺電脳に一票があるよ。美術部。美術部って可愛い子いそうじゃない。美術部は可愛いでしょ。電脳見たいってすごいわ。電脳だ。電脳すげえな。じゃあ電脳行くか。電脳ってそんな字だったんかってぐらい電脳って出てるな。あ、よし電脳部に行こう。うわ、知ってる人はいないな。占いでもやってもらおう。誰とのこと占うの。うわ、あ、お前どうすんの。フロッピーディスク入んじゃん。その時代か。うん、でもなんかよくわかんない文字書いてあるね。どこに。なんか変な赤文字で。あれはメーカーだろ。メーカーかよ、うん、どこだ。誰にする。お前はだから今一番誰が気になってんの。しおりちゃん。じゃあいいじゃん、しおりちゃんかな。この中だったらね、しおりちゃんな。ずいぶん上から。お前すごい、ずいぶん上から。この中だったらしおりちゃんだな。お、やべ、 A 型同士だよ。例えば計算中。かなり高い確率で A 型同士ってあるから。お二人の相性は良くないです。なんだこの、これなんだこれ。これひどい。お前大事なこの部。この部廃部だよ。この部廃部。おい、お前これ文化祭の思い出やべえな。文化祭の思い出すげえな。気になる子のと相性占いしたら良くないって言われただけだよ。本当だよ。あ、うん、虹のっちが。虹のっちさっきから結構いるよ。あ、嘘、いた。ずっとずっとこうやってやってくれてる。全然視界に入ってなかった。マジか。勉強するんだ。あ、じゃあ勉強してる間に何見たい。いや、見たいな。西野カナの震えるデート。見たい。西野からの震えるデート教えてや。本当かい。教えてくれよ。今まで何、うん、え、待って、で理想のデートだよな。教えてくれよ。まずデートに行きたいスポット。うん、あ、そうだね。そういう、あ、そういえば、うん、そうだよ、それ。なんかさ、そのあれ、どこで見るんだっけ。カレンダー。スポット違うな。スポットどこで見るんだ。これか。あ、美術館完成。チャゲ&アスっていうのがライブするぞ、ロックで。やべえやべえ。やべえ。見たいじゃん。見てチャゲチャゲ&アスっていうのが見ておい、コンサートじゃん。これ行かないとダメだよ。これ行かないとダメだよ。これは絶対行かないとダメだ。お前行かないわけがない。いつだよ。おい、いついつだよ。なんかでカレンダーにねえのかよ。チャゲ&アス。チャゲ&アスないか。いつなんだろう。なんだよ、日にち書いてねえんだよ。え、置いたら出ねえの。出ねえ。え、でも美術館でやるんだ。あ、やりそうだね。美術館でやるのこれ。いや、やりそうだ。マジで。
本当？コンサートはコンサートじゃないの。だってこれ映画でしょ。うん、フォレストガンプね。フォレストガンプ。フォレストガンプ。ラブロマンスの。ラブロマンスの。だからまあ、フォレストガンプの、うん、多分ラブド、ね、ロマンスなんだけど、これはフォレストが女性かな。そうなるかな。ガンプ。うん。うん、ガンプはかなり。ガンプって女性嫌だもんね。うん、かなりなことになるね。かなりだよ。うん、イベントとしては美術館で。美術館。まあ、画家展だね。そう、画家展があって で映画、あと映画とロック、これ、うん、音楽好きの子いないのかな。音楽好きの子いるんじゃない。だからさっき吹奏楽部だ。しおり、おい、ちょっとお前、しおりちゃんとお前早いな。しおりだな、チャギ&アスノ。チャギ&でもロックって書いてあった。ロックダメなんじゃない？あの子なんかさ、クラシックとか好きだよ。クラシックは好きだけど。でもチャギ&アスはうるさいの。うるさくないだろう。うるさくないよね。俺らが知ってるあれだったらね。そうだよね。うるさくないけど、まあ。うるさくないよね。そうだな。来たいじゃんな。どこだ？それ。あ、違うな。あれか。お、美術館じゃん。美術館、でも美術館なの？あーだ、ほら、コンサート会場。あこれじゃん。これじゃん。行こう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 。よし、見れる。チャギアンダアスが見れる。チャギアンダアス見れる。楽しみだな。超楽しみだ。忘れるわけがないだろう。やべえな。楽しみだね。来週だ。楽しみだわ。チケット取れんのかな。もう取れるだろう。わかんねえな。取っとかなきゃいけないよ。ワンチャンソールドアウトあるぞ。ソールドアウトあるだろ。あるよ。ちょっと寝とくわ。そうなんだ。でも日曜だぞ。あ、お前ずっと大丈夫大丈夫。あれあれあれ、しおり、あ、出た。これさ、怖くない？伊達林、前にも前にもあったの。続けて。俺はできてないぞって。だから電話しなかったんだね。なるほどね。いるか。ちょっと。いない。そんなこといないの。あれ、隠れ。隠れじゃない。隠れ。デートだよ。あ。楽しみだな。よし。楽しみだな。正直別にしおりいなくてもいいからな。かわいい。わ、かわいい。かわいいな。おい、でもなんかすごい騒がしそう。開演時間よ。早く中に入りましょう。よし、入ろう。お前また壊したな。私たちの座席はリードしてくれんだね。あっちこっち。あ、ぽい。国際的な人気だよ。そうなの。そりゃそうだろう。まあそうだろうな。あ、あら、どうだった今見て。いや俺はもう最高だよ。最高だった。最高に決まってんだろう。でもあれなんだこれ、この選択肢。まあ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 って言ったら共感してほしい。私と一緒の気持ちでいてくれたんだっていうのを共感してほしい。ああ、なるほど。まあそうなると2位になるけど。じゃあ行ってみよう。私、こういうのよりももうちょっとシックな方が好きだな。こいつ嫌い。こいつ嫌いかもしれん。お前、国際的人気なお前、チャゲ&アスを好きじゃないってこと。こいつ嫌いかもしれんな。ダメか。うん、ダメかもしれん。書いとくわ、チャゲ&アスは嫌い。書いとく。もうちょっとシック刻み込んでおいてくれ、そのノートに。疲れちゃってんもんだって。ダメだわ。しおり、しおりねえな。ダメ。顔だけだったかもしれないな。でもさ、そういうのだよね、学生の時って、まあね、ちょっとしたもので嫌いになっちゃう時あったよね。嫌いになっちゃうよ、すぐ嫌いになっちゃうもん。何なんだろう、あれ。スンって冷めるんだよ ね。だってお前もあれだろ。どうしたのどうしたの。豚が出てきたけど、急に豚出てきたけど、何。ああ、何？中学の時。お？
付き合ってた子がいて夢に誰だっけ、菅野美穂だっけ菅野美穂じゃないよ、誰誰だったっけ、あ、柴咲コウじゃなくて違うよ、あれ、ん、誰だ、あれ、誰が出てきたんだっけな、あれだ、加藤愛、あ、加藤愛出てきた夢に加藤愛出てきたんだよ、で、付き合ってた彼女どうしたの、ん、加藤愛の方が好きになっちゃったやめてくれやめてくれはでも学生の時ってそういうもんじゃない、あ、面白い、今は違う、今は違うからね、今は違いますよ、あーあーいいね、でもそういう時ってあるよね、俺ない、ない夢でさ好きな人がさ急に出てきてさ、いやあるよ、それはあるよ、それはありますよ、俺今ね、その夢今でも覚えてるもん、あ、そう、その加藤愛、加藤愛とね、何してたの、加藤愛と歩いてた、あ、普通に、普通に手あるつないで、手つないで、うん、デートしてたんだ、じゃあデートしてたんだろうね、デートっぽいやつだ、あー好きになっちゃったよね好きになっちゃった好きになっちゃったな、好きになっちゃったか、しょうがない、それしょうがないな、うん、あれはしょうがないよ、うん、あれじゃないの、ちょうど可愛い時じゃないの、加藤愛、いやもう今も可愛いけどさ、あの IWGP の時でしょ、もうあん時だよ、あん時だよね、あん時、あ、もう絶好調だね、絶好調だよ、あとは絶好調の時だ、そう、あん時で、あ、もうあん時が一番いいよね、今の子たちはかわいそうだあの時代を知らないんだよ、そんな、やべえ、俺が夢に出てきたって人がいる、うわ男だね、きっと、嘘、お前とそうなるとスパリングしてたかもしれないそうなるとあれだな、でも前なんか、なんだっけな、ツイッターかなんかで、うん、知らない、だお前のまだ多分顔出ししてなかった時か、うん、知らないけどドンさんが出てきたみたいな、多分まあイメージしてる人が出てきたって言ってる人いたよ、お前見てたか分かんないけど、俺はずっとこうやってますちっけえな携帯、でもまあイメージ、あ、いやでも俺よくイメージ通りじゃないって言われるな、本当、うん、言われちゃう、俺だってイメージ通りだって言われたよ、お前イメージ通りだって言われた、なんか声がもともとかっこいいから見ても全然違和感なかった、でも歯食いしばれ、お前もう一回歯食いしばれ、声がもともとかっこいいから見て、全然見ても顔出ていって何なんだよこいつはおい何なんだよ、そんな感じだったよ、一体何なん、誰のモノマネなんだよ、もう知らん、ゲームをしろゲームを、なんか言ってたんだって、なんよくわからないやつが、その言い方もその言い方だけど言ってたんだよ羨ましいなと思って、ドンさんはだって前、んドンさんは最初デブかと思いましたってそいつデブじゃんデブじゃない、デブじゃない、デブじゃないデブじゃないよ、その子はすごく可愛い、ほ、うん、その人すごい可愛い、あ、パンパンだったよ、だって全然パンパンどうしよう、ゲーム今すごい、ゲームとその話の割合的には随分もう話が置いちゃってるけど、もう上回ってる、気にしないで、うん、行こう、ゲームゲームし、ゲームする、俺らゲーム、だってなんて言って始まったんだっけ、これゲーマーらしいぞどうやら、それじゃ僕らはゲーマーなのでゲームしますって始まったんだから、うん、ゲーマーだって話すよ、うん、女の子落としていこうよ、そうだな、うん、落ちねえかな、落ちねえもんかな、簡単にでももうしおりはねえなと思って、あれ今週はバッチリ予定通りだぜ、あ、国立競技場目指して頑張って、ええ、どういうこと、いやだからもうそういうことだよ、ん、国立競技場試合できるの、うん、そこでそういうこと、決勝戦は国立競技場だったんですよ、あ、なるほどなるほど、うん、そういうことか、高校のサッカーのやつはね、ちょっとその前にデートしとこう、まあしょうがないしょうがない、そうだね、うん、
うるるるうるる。はい、うわワンコール出てる。狭いかもしれない。あら、どうしたの？あれはなんだ？あれテストか。あれやべ、これテスト。冬テストじゃない？え、嘘。かぶせてくる。テストに？あ、ここ、こっちか。まだまだもっと。このマーク何？うん？このマーク。あ、これ試合か。お前。あ、これ部活だ。部活だ。危ね危ね危ね。じゃあ、あれ、フォレストガンプ見に行こう。あ、いいね。フォレストガンプ見に行こうよ。でもう一回コンサート行ってもいい？あ！いやコンサートだったんじゃない？入ってる。予定は。まあでも予定は入れるよ。マジか。普通のだって女の子だもん日曜日。そうなの？ごめんね。あでもなんか本当っぽい。あ、うん。まあでも今の言い方は本当本当の本当の。全然口まんなかった。ほう言ってんじゃねえよ。ごめんごめんごめん。どうしようかな。あ、部活？あ、あ、来週か。寝れるな。やべえ、でももう12月じゃん。え、あ、もう12月だ。あれ？大してデートとかしてねえぞ。あ、もう電話もできないのか。電話もできねえ。でこれ寝ちゃうとやばいな。でも体調がもう体調が体調がもう、どうしようかな。どうすんだ。ちょっとカッコつけるわ。ああ分からなくもない、うん、あ体調がクリスマス前にねカッコつけとく。あれ、あミートクッパイしたついにこれで、ね、お前くじで解いてて怪我し、お前練習大丈夫かな。そして練習だ。行かなきゃダメだよ。休みてー。あ、案外平気じゃん、怪我しても。いや、寝とけよ。どうしよう。寝る？だって寝る？いいのかな、大丈夫なの？寝ようか。ゼロでも行けんの？そうだな、寝とこ。あー、デートしたかったな。どんな姿勢がいいって。お姿勢いいよ。今、お前今俺見たら背伸びたじゃん。え、姿勢はいい。姿勢いい、うん、縮んだね。体調ゼロってね、どういう状態なんだろう。え、体調ゼロ、体調ゼロってやばいね。まあ、ゼロになってから怪我したな。でももっと寝た方がいいのかな。いやあ、電話しよう。学生の時なんてだってもうほとんどギリギリだってじゃん。そうだね。あれだ、クリスマスに備えてちょっと何回かデートしとかないとさ。そうだね。で、クリスマスで、はい、そう、西野です。パーンパーンと弾けよ、うん、あら、どうしたの。あ、ステージ君、うん、ステージ君って呼ばれてる。ステージ君って呼ばれてるな。まあ、別に。フォレストガンプ、お、来た。来ましたね。来ました。わかった。いや、送れないさ。あら、お前急に急に家感出してきたの、うん、崩したね。崩すよ。じゃあ俺も崩す。これは崩すよ。11月26日西野さんとデートだ。西野さん、西野さん、よし、見れるぞ、フォレスト、フォレストガンプ。これじゃないとやっぱフォレストガンプは見れない。お前、あれお前そんなに足白かったっけ？何緊張してんの？してないよ。顔の色と足の色おかしいね。本当だ。すごい白い。お前、靴下に色持ってかれてんじゃないの？ついちゃったかな、色。色ついちゃったかな。そんなだった？おかしいな。私も今来たところで。あ、今来たって。足白くない？お前。また、こっちまた青できたな。もう上映時間
よ。だって髪の毛青にしてるぐらいだからね。そうだね。青が好きなんじゃない。始まるフォレストガンプが。あそこが空いてるみたいよ。よし。そこ座ろう。まだあれだね。ああ、フォレストガンプ。フォレストガンプは人間の狸さを捉えたラブロマンスだ。ただいまの上映をもちまして、本日の上映を終了いたします。なるほど。ディズニーは。今映画館って、まあ、あんま行かないけど。行ってないね。全席指定じゃん。あ、そうだね。そういえば。昔、二人と、あと、もう一人名前忘れちゃったけど。ああ、いたね。うん、あの人、なんて名前だったかな。あ、危ない、まあ、本名言いそうだ。うん、あれ3人でドラえもん見に行った。ドラえもん見に行ったな。3人揃って泣きそうになったな。そう、ドラえもん見て、あれ最後、すごい。もう少し派手だとよかったけど。あれあれ、うん、あれでも、すごい目が、あれ西野さんって何、あの、え、そういう恋愛ものとかダメなの。まあ、だって運動してるからね。マジかよ。今日はフォレストガンプ、まあ楽しかったわ。はそう、そろそろ帰りましょう。なんか嫌いなやつばっかだな、この学校。え、今もう西野さんのことも嫌い。あんまり好きじゃねえな。フォレストガンプが嫌い。フォレストガンプ見れんか、楽しく見れんか、ダメかな。そうなると、まあでもせせらぎさんだっけ、なんだっけ、せせらぎさん、みおちゃん。あ、みそ、演劇部のみおちゃん。そうかな。いや、だもっといるんだって人は。あ、そうか、いるよ。全然出てきてないのか。そうだよ。大丈夫、わかんない、出会えないよ。出会いがない俺にはお前俺には出会いがない。お前それ社会人の言うことだお前まだ高一だぞ。出会いがないわこの学校。あれでもなんか学校さんも66に下がってんじゃん。結構ね、なんかブスになってきてる。ブスになってきてる、どんどん。そうそう、運動してたらブスになってきてる。運動しててなんでブスになっちゃうんだろうね。学校つけよう。ヘディング してんだよ。ここら辺の傾向と割りまくるぞ。おっと、あ、12月になりました。わ、大丈夫、クリスマス。あ、やばいな、このまま行くとクリスマス誰とも。お前先に誘っとかなきゃダメなんじゃない。そうだな。誰、でもそうなるとミオちゃんだな。ミオちゃん以外考えられないな。もう考えられない。そうなってくるとね。じゃあいいじゃん、先にもう押さえてくれ。よし。でも、あ、でもなんか、うん、そうか、サッカー部、サッカー部は、はい、さきちゃん。なに、やめようかなサッカー部。え、お前、お前さっき、さきちゃんにお前、国立頑張りましょうっつってすげえやる気出てたんだよ。サッカーじゃねえかも俺。テスト前にデートしよう。え、嘘でしょ、クリスマスの予定今。はい、違う、まだ早い。10日に1回行っといて、そこからですよ。あ、なるほどね。え、わかりました。え、サッカー部やめんの。ありだね。まあ、お前がいいっていうのはいいんじゃない。野球部で、その辺をまんべんなくやろうとしてんの今。多分やめるならすぐやめれるの。ほんと、どうやってやめんの。でもエースだよ、うん、あの学校マーク。あ、部活しちゃったよ。でもまだいろんな葛藤が生まれてるよ。あ、なるほどね。まだまだどうしようってなってるよ。でも体調ゼロ、怪我したね。バッチリ予定通りだぜ。これなん、あ、国立競技場目指して頑張って、ね、また言われた。うせえ刺さらなかったもん。うせえ、やめるわ。お、ますますやる気出てるよ。こいつは出てるな。あ、とりあえずデートだ。とりあえずデートしよう。とりあえずデート。お前デート中に怪我したらお前やめろよ、気をつけろよ。くじく可能性あるな、この階段で。あ、うわ
すごいな。そうか。すごいな。なるほど。そういう感じか。すげえな。今来たところですから。色の。そうか。色多いぞ。ピンク、黄色、緑、ワイシャツ、白、うん、メガネ、青。どんだけ色欲しいのよ。結構5色使ってきた。マジで？俺あのと、何コロネみたいなセーター、うん、久しぶりに見たよ。そうだね。コロネみたいな。いやすごいね。どう？いやちょっと、ね、いやまどうかで言えばもう髪の毛緑の時点でやばいじゃん。そこは抜きにしようよ。そこは抜き、そこは抜き、そこを抜きにするなら、どう？ピンクいいけどさ、頭までピンクはちょっとやめてほしかったな。帽子だけピンク。帽子、そうだね。セーター。どっちかにしてほしかった。セーターだけで来るのもどうかなって思わない？あ、まあ確かにね。あれ多分下シャツだよ。シャツだね。エロいじゃん。え？え、なんつってた今？読んでなかったわ。この絵素敵って、え、この絵なんつってた、なんつってた、この絵、この絵似てる、この絵似てるっつってた、私に似てる、え、この絵私に似てると思いませんかって言ってた。素敵な絵がたくさんありますね、素敵な絵がいっぱいありますね、だって、うわ素敵、素敵、素敵な絵だねって言って似てるねっていうことは、うん、そのすごい遠回しに、うん、素敵だねって言ってるようなもんだよ。あ、そういうのが通じるかどうか。通じるか。どうする、やっぱそういう感じでいく、どう、でもクリスマス前だからね、攻めてもいいと思う、そろそろ、あ、まんざらでもない、まんざらでもない、まんざらでもないぞ、うわぁ、まんざらでもないじゃん、こういうの喜ぶタイプか、いいぞ、ちょろいな、いいぞいいぞ、なるほどなるほど、そうか、そうかそうか、なんだよ、これはもう決まった、意外と、好きだね、部屋帰ったら何を思うんだろうね、こんなこと言われちゃったっつって、ずっとセーター脱いでさ、言われちゃった。なるなるなるかな、なる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 、でもなんかそんな時があった時にもさ、部屋の一人ってさ、うん、すごく面白くなかった面白かった、なんかあのすっごい面白かった、なんだろうねあの感じね、うん、たまんないよね、たまんない、あのな、ほんと電気ずっと見られるよね、なんであんなにコントローラー置いちゃったけど、お前の話、お前の話聞こうかなと思って、ゲーム中、明日はテストだって、あ、テストだ、何それ、じゃあテストするか、それ何、ん、これなんだ、ん、そんなあったっけ、わかんない、え、なんだこれ、あ、あ、テストだ、普通に、あ、なるほど、なるほどね、あ、あれ、いけた、あ、ん、あ、数学はダメだろうな、あ、理科もダメ、ああそう、あれ、おお、なかなかだね、お前あんなに、あ、順位上がった、どこ、やべ、乗り降りに抜かれた、お前抜かれてんじゃんお前結果バカだな、やべえじゃん、そりゃそうだよ、でも平均点上がった、だって名前ひらがなだぜお前そうだね、名前ひらがなでしか書けねえんだからさ、そこの時点でだな、うん、カタカナならまだしも、それはそうだな、ドイって書けねえんだよ、書けねえんだもんな、よう頑張ったよ、うん、頑張った方だな、うん、そう考えると、あ、部活の練習試合だ、お、練習試合か、大したことねえな、練習試合となると、もうぶっちぎりだっぽな、もっとさ、サッカーにさ、興味を持てよちゃんとお前、興味持ちなさいよ、だってあの子もう、あれじゃん、フォレストガンプ、フォレストガンプ見に行った、違う、あ、そう、そいつはもうダメじゃん、いや、ダメかって、まあ、でもあの子の方がいいでしょ、メガネの子の方が、メガネ外したくなってきたでしょ、で、外せるなという確信を持ってた
さっきので下手すりゃさっきのでいけたかもしれないそうだね、ほら素敵ですよ、見てごらんつっていけばもしかしたら下手可能性はあったよ、あそこでポッとなるかもしれない、うん、でもあまあそうか、あの子は、ね、演劇部か、演劇するんだね、そうああいう子に限って荒々しい演技とかするんじゃない、するよ、俺もしかしたらそれ見たら引いちゃうかもしれないあ、そう、あんななんかすごい敬語使ってんのになんかすげえさ、俺は好きだけどね、結構そう意外な一面ね、うわーってやってたら俺もういけーおーってなっちゃうかもしれない、やばい、ね、それは確かにやばい、そうなると、でもクリスマス目前だぞ、お前いいの予定組んどかないでいいの、あ、ここで電話しないとあれか、そうだよ、もうダメだよ、ダメじゃん、危ねえお前、危ねえ、ちょっと電話しよう、リリリリリリリプーうーん、はい、いや絶対空いてるよ予定、今日はでもさクリスマスのさ、うん、予定ってさ、うん、どんぐらい前に、でもイブだぞ、あれちょっと待って、んお前あれやっぱ女の子はあれ選べない、あこれあれなんじゃない、強制なんじゃないのクリスマスは、誰かと、だからじゃあいいじゃん、イブイブしちゃえよ、イブイブしちゃおう、イブイブどこで、イブイブどうしよう、イブイブ、イブイブ遊園地か、動物園行けてないよさっき、図書館ありだよ、ありかな、ありだね、ありだよ、で24日ド派手に、そうだね、ありだ、でも多分門限早いぞ、あの方、うん、下手すりゃ、あーそうだな、まあ5時、門限あるからっつって帰ってきて、確かにな、どうしようか、行っちゃう、お、はい、いいですよ、いいじゃない、よしやったぞ、わかりました、 OK、 いいじゃないよ、楽しみだぜ、あれ、あ、怖くない、やっぱ、やっぱ行けないとかそういう連絡が、え、今の子から、はぁ、このさ部長のさ君はの言い方がさ来るよね、君は、君は今日クラブを休んでしまったようなので退部してもらう、お前マジか、じゃあ好都合じゃん、ちょうどいいわ、こっちからやめてやるわいや違う違う違う向こうから辞めさせられてんだよ腰から辞めてるよそんな部活は、あれあれ、あやべ、帰宅する、はい起立、はい起立、立ってはい立って、はい気をつけ、はいレイ、はい着席、これから、ホームルームを始めるのでそこでセーブをしておいてください、あそうはい、先生ですよ、ではホームルーム始めます、まず出席を取ります、まだセーブしてない、まだセーブしてない、早いよ、セーブ しながらでいいですよ、早いよ、出席取ります、ドンピシャ君、ドンピシャ君、はい、はい、ブジャンコ君一応返事とみなしますね、うん、あとは欠席と、あーもう全然投稿しない、セーブしたかない、まあ今回初めて見た人にはちょっとわからないかもしれないんですが、このホームルームでは、画面の前でねこの授業を一緒に受けている皆さんから、毎回テーマごとのお便りをもらってそれをみんなで共有しようということになっています、前回夏のメモリーというお題で皆さんからお便りをいただきました、本当にですねたくさんのお便りが届いてもう先生嬉しい限りです、でもですね先生、一つ謝らなきゃいけないことがあります、前回ですね、まあ、先生が読んだお便りがあまりにもちょっとね、まあ、暗い体験だったせいか、送られてきたお便りの多くがなんかねこう暗い夏の思い出ばかりになってしまいました、まあ、先生ね送られてきた手紙を読んで嬉しくもあったんですが、同時にみんなこんな暗い思い出ばかりで大丈夫なのかなとちょっと心配になってしまいました、皆さん強く生きてください、では、ここからは、皆さんから送られてきた夏のメモリーの中から一部をご紹介させていただきます。
下置くわ。下、では初めはペンネームひとでさんの、女性の方の夏のメモリーです。あ、なるほどね。皆さんこんにちは。義務する放送がどんどん面白くなってきていて、本当に毎回放送が楽しみです。私は地元の中学へ上がらず私立の女子校へ行きました。私立の女子校へ行きました。女子校で入った応援団チアリーダーで、夏の中大連を応援するためあちこち飛び回っていた時のことです。暑い暑い夏の屋外テニスコートの中に、小学校5、6年の時に片思いだった男の子を見かけました。その場では声もかけられませんでしたが、学校へ戻り仲間にその話をすると、いわゆる女子校のノリであれよあれよと持ち上げられ、電話で告白する流れに。はい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 。当時は携帯電話など持っておらず、その場で電話帳を広げて番号を探し、皆が見守る中、職員室前の公衆電話からの突撃となりました。今日噛んでるな。感情移入できない。その時、彼のお母さんが出て、本人不在とのことだったので、簡単な伝言だけお願いし、どうせかかってこないだろうし、これで終わりだと逆にほっとしながら達成感だけに満足していたのですが、その日の夜、彼から電話があり、なんと人生で初めて異性とお付き合いすることになりました。あら、うまくいっちゃうんだ。やった。それからは毎晩家に電話をもらい、親に冷やかされながら緊張で沈黙だらけの会話をし、冷やかされるね。食べ物も飲み物も喉を通らない引きつるばかりのデートを一度しただけで、次第にお互い疲れてしまって、その人とはお別れをしてしまいましたが、なるほど。今思い返せば、あの緊張だらけのぎこちない短い短いひとときが甘酸っぱい私の学生時代の夏のメモリーです。以上です。なんか、うん、本当甘酸っぱい、甘酸っぱい感じがしていいね。そういうなんか緊張でなんか疲れちゃうっていうのはすごくわかる。あるね。わかるな。もう今となっては本当そこいらないもん。そこっていうのは緊張するともうそこいらない。そうですか。本当家で本当何も喋らなくて、こうやってても許される空間から始まってほしい。そうだね。なるほど。やだね、あの感じはね。うん、何なんだろう、まあ、今のは、届けられた数少ないいいメモリーの方です。あ、いいメモリー。そうです。まあ、だってね、成功してんだもん。そうだ。あ、まあ、そうか、そうか、はい、数少ないんだ、うん、数少ないもんこれ。まあ、今の方はチアリーディング部に所属されていたということなんですが、チアリーディング、次の方も同じくチアリーディング関係のメモリーとなっています。結構多いんだよ。ペンネームハルンチョさんからいただいた夏のメモリー、男の人です。はい。男？部活動の時、チアリーディング部が練習で使っていたマットに下心が芽生え、友人と飛び込んだところ、思いのほか反動が強くて腰の骨にひびが入った。しょうもな。こいつ。以上です。しょうもね。こいつ。しょうもな。まあ、だからさっきのね、チアリーディング部の女の子が恋にキャピキャピしてた、まあ、その裏で男子生徒たちはこんなことをして、まあ、自らを傷つけていたっていうことですね。わかるけどね、そのテンション上がる感じはね。だから言ったら、ここに女性がもし座ったら、ちょっとちょっとなんか触り、なんかやたら触るとかはあるよね。あるある。そうか。だって俺もさ、好きな子が飲んだ、あのパックあるでしょ、多分ね、その時牛乳かな、牛乳パック、うん、牛乳パック、なんかね、ぼーっと見ちゃったことあって、ストローを。ちょっと別に何をするでもなく、そう、何をするでもなくね、そっから行ったわけじゃない、行ってはなく、行くわけでもなく、どうなってんだろうと。あのストロー、すごい。すごいいいなって、なんか。続いて、はい、坂谷さん、女性の方からの夏のメモリーです。高校1年の時の話です。私は柔道部のマネージャーをしていたのですが、他校と試合をするために電車で移動している際にそれは起こりました。その電車には座席の横に手すりがありませんでした。
一番体格が大きい先輩が手すりがないにもかかわらずあると思って何かに寄りかかったと同時に電車が発進しました。さすがに先輩は柔道部なので受け身を取る姿勢で腕を横に伸ばします。そしてそこの座席に座っていた4名の乗客の方をバチ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 ッと叩きつけるし3メートル以上ぶっ飛んでいきました。うわ、一生忘れられない夏のメモリーです。うわ、柔道部に方をやばいよ。しかも結構な人でしょ、うん、まあ、一番体格が大きいというふうに。パワフルだもん、ね、パワフルだよ、そんなことが起きるんだ。起きてしまうんだね。すごいね、うん、すげえ、そりゃインパクトあるわ。受け身を取る、やっぱ取ろうとしちゃうんだろう ね瞬間的にってことでしょ、うん、そしたら人の方結構なもんだよ多分。結構痛えと思う。痛えよ、うん、結構痛えと思う。続いて、はい、ペンネームエイトさん、男性の方の夏のメモリーです、うんうん、はいはい。私は高校生の夏にお金が欲しすぎて欲しすぎて土の子を探しに行ったことがあります、というのも高校生でしょ。高校生の頃の私は金があれば何でもできる、女ですら寄ってくる、青春ですら買えると思っていました。すごいな。すごい。高校2年生の夏休みを全部使い、図書館やネットで土の子について調べ、近所の森や遠くの山に遠征したのですが、最終的に見つけることはできませんでした。以上です。以上なの？見つけられなかったって話ね。そうですね。そりゃ、うん、頑張ったな。頑張ったね。高校生っていうところがいいですよね。そう、高校生、高2の夏全部をじゃあ使ってしまったってことだよ。土の子に捧げたっていう、ね。まあでもうちらもボンバーマンオンラインに全てを注いでたけど。それはいつのこと？高校2年生です。はい、だから、うん、この人は土の子やってたけど、うんうん、俺らはその時にボンバーマンやってた。ボンバーマンやってた俺ら。朝の5、6時まで必死にこうやってやって、うん、毎日やってたね。でじゃあまたまたまた後でってことね。どっちがっていうもんでもないけどね。まあ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 どっちがやつ、うん、まあでも俺らもいい青春を過ごして、うん、いやいい青春過ごしたよ。高2のあんなにボンバーマン上手くなると思わなかったもんね。そうそうそう。じゃあ続いて、はい、まあ、今のはね非常に愉快な男性からの思い出でしたが、確かに、ね、じゃあ女性はどうかというと。なるほど。女性はどうか、はい、ペンネームもゆさんからの夏のメモリーです。小学4年生の頃、ご飯を食べたら遊びに行こうと味噌汁ご飯、猫まんまですね、を急いで食べ、猫まんま、玄関で靴を履こうとうつむいた時にいきなり床でビチャビチャと音がしました。うん、なんだなんだと驚いて床をよく見たら、さっき食べた味噌汁の具材ナスが落ちていて、あ、鼻から味噌汁が出たんだなとそのまま外に遊びに行きました。嘘嘘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 。以上です。で以上なの？嘘嘘。え、そんなことある？汁ならわかるよ。汁ならわかるんだけど、うん、あ出ちゃった。ナスが。ナスが出ちゃうって相当だよ。まあだから噛んではいたでしょうね。あ、多分。ナス出ちゃうの？鼻からナス出ちゃうって。ナスっぱなだ、ナスっぱな。ナスパナ、ナスパナ、ね、まあでも特に気にすることはなく、理解したらそれで大丈夫。すごいね。え、ね、通常な運転なのかなそれは。うん。多分だから玄関にはそれがありながらってことでしょ。うん、あ、また出ちゃったぐらいの勢いなのかな。お母さんが帰ってきて、もし見たら玄関にナス落ちてるって。もう親譲りかもしれないね。その家庭では当たり前なのかもしれない。鼻からナスが出ることが。ちょっとよくわかんないけど。すごいね。ちょっとすごいねこれ。続いて、本日最後のお便りになります。最後は、なるほど。最後は前さん、男性の方からいただきました、はい、夏のメモリーです。ありがとうございます。中学生の時、うん、私は吹奏楽部に入部していました。パートはパーカッション。そのパートのリーダーも務めていました。しかし、中学1年生から1年間練習をしてもあまり上達せず、先輩からもたくさん注意をされ、正直やりがいがなく、パートリーダーに任命された時も
どうして自分なんだろうと不安でした。そのことを顧問の女の先生に相談したらこう言われました。君が少しずつ上達しているのを先生は知っている。もっと自信を持っていいよ。私は思わず泣いてしまいました。その言葉を受け、私は不器用ながらも練習を重ね、中2の夏に吹奏楽コンクールに出場し、我が校で初めて金賞を取ることができました。今となってはいい思い出です。わあ、素晴らしい最後。素晴らしい。何これ。以上です。すごい。超いい話。なんだよ。いいですね。いいですね。こういう話。いい先生だな。いや、いい先生ですね、本当に。まあ本当にですね、いろんな人が、はい、いろんな夏をいろんなところで経験しているんだなというのが。うん、そうだよね。感慨深くなりますね。一人一人全く違う。うん。ナス出してる人もいれば、ね、土の子探してる人もいれば、ね、なんか飛び込んで腰ひび入っちゃう人もいれば、ね、いろいろあるわ。いいですね。面白 い, い, い、ね、まあ、今週ですね、うん、この番組内でお便りを紹介させていただいた方々には、番組特製アンドゲーマー3人称ステッカーを送らせていただきたいと思っています。番組特製、特製、どんなステッカーになる予定なのか、ぺちゃんこくん、なんか情報はありますでしょうか。こんぐらいなるほどの多分ステッカーになる、うん、四角いのかな多分。あ、なるほど、うん、結構ふわっとした感じ、ね、こんぐらいの。あ、なるほど、なるほど。で、あ、でもお前なんか書いてなかったデザイン。ああ、これ書いてって言われて書いた。なんかデザインできてるみたいなんですよ、今後。あ、もデザインはもうできていると。で、だからそれを10秒見せて書かしたの、うん、あ、なるほど、うん、じゃドンピシャ君がどういうものになるかを書いてくれたんだね。ちょ、それその元のデザインを見ながら。あ、なるほど。いや、いいんですよ。あ、ほうほうほう、どんな感じのに、うん、はい、見えるかな。そう見えるかな。どうなってるんですかね、これは。何これ、どうなってる。左側から煙が上がってるんですよ。何これ、何だ、何見えるかな。なんか、これはある程度の説明は必要だよね、これね、うん、左に、うん、可愛い女の子がいて。可愛い女の子がいる。女の子が立ってて。女の子はそれ、あの、これだ。そう、なんかあの髪の毛炎に巻かれてるわけじゃないんだね。そう、うん、そう、これ、あ、そう、あ、女の子なんだね。女の子のなんかシルエット。あ、うん、なるほど、シルエットなんだ。なんかすごいイタリアみたいになっちゃってるんだけどさ。イタリアイタリアの国みたいな感じになっちゃってるんだ。ここね、これ髪の毛っぽいところが。そう、髪の毛の部分が。まあ確かにイタリアっぽい、ね、そう、これ女の子シルエット。あ、でも見えてきた。そうで、そこになんかときめき。あ、なるほど、ときめき三人称文字が入るのではないかと。で、なるほど、逆には木、うん、で、逆にはあの伝説の木があって、うん、そこの周りに俺らがいるみたいな。なるほど、あ、なるほど、感じでした。これね、俺さっき書いてるところを写真撮ったんですよ、うん、なるほど。撮られてた。10秒見した後に、うん、だから後でゲームするの、あ、公式ツイッター、ツイッターでそのアップの、今多分あんまり見えてないと思うから。確かにそうかもしれないね。アップの、うん、写真と書いてる途中の写真、うんうんうん、これ上げてもらいましょう。なるほど、じゃあそうしてもらいましょう。よろしくお願いします、はい、実際はもっといいやつですから。そうだろうね、出なきゃ困ってしまうからね、うん、こんぐらいのやつ、うん、なるほど、そうではないかということだね。しっしょ、はいはい、どんぐらいなんだろうね、うん、まあ他にもですね、大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、他にもたくさんのお便りを本当いただいたんですよ、うん、今回、うん、でそのすべてに目を通させていただいております、うん、なるほど。本当この他にもですね、楽しいお便りや、まあ、感慨深いお便りといろいろあったんですが、はい、まあ、番組にもね時間がありまして、そのすべてを紹介することはちょっとできなかったですね。ちな、どれぐらい来たんですか。ちな、60は超えていたと思います。来ましたな、70だって。70、あらららら、先生何も知らないじゃん。僕が多分今この瞬間に10増えたんでしょうね。なるほど。今すげえな。でですね、まあ、本当そんだけいただいたので、まあ、どうにかならないかと、うんうん、まあ、学校でいうところの校長にあたる人にですね直訴したところ、うん、なんとですね、うん、このチャンネルのブロマガに記載させていただく許可をいただきました。あら、はい、
うん、なるほど。そちらもですね、やはりこう、うん、全ての方をお乗せすることはできないんですが、70になるとどんなになるのよ、うん、だからね、やっぱりね、そこからでもやっぱりちょっと、まあ、チョイスさせてもらって、うん、しなければいけないんですが、なるほどなるほど、そちらのブロマガに載せていただいた方にはですね、うん、ステッカーではないんですが、ゲームスルーチャンネル特製のオリジナルグッズをご覧していただきたいと、そういうふうに思っております。まあ、まだどんなオリジナルグッズかっていうのは、そうです、そんな感じの、あ、なん、うん、まだちょっと分かんないです。ペン来るか、まだ分かんないです。ゲームスルーペン、なんかこうやってやるとさいいよそんなまだちょっとどういうのになるかは分からないんですが、うん、はいはい、グッズが、じゃあ紹介されるところを狙いながら、うん、ちょっと紹介されないかもしれないけどブロマガに乗るかもしれないっていうところも狙わなきゃいけなくなるね。狙、まあ、いやこれは面白くない、面白くなってきたね、これ皆さん大変ですな、面白くなってきましたよこれは何なんでしょうね、腹が立ちますね、非常に。ブロマガはですね、まあ、おそらく週明けぐらいには皆さんに読んでいただけるようになると思います。お、なるほど、はい、うん、では次回のメモリーテーマ、ドンピシャ君。あ、なるほど。また出んのか、うん、次回のメモリーテーマこちら、先生の思い出。はい、他人の先生、部活の顧問、校長先生、大学教授、良い先生、嫌な先生、いろいろな先生がいらっしゃったと思います。で皆さんが学生時代にどんな先生に出会ったのか、先生にまつわる話を送ってください。はい、ちなみにあの、はい、この前も聞いたんですけど、先生のなんか思い出とか、先生の、先生の思い出、先生のあるんですか。あれは中学の時、先生が中学生だった時に、うん、修学旅行の時に、うん、同じクラスの生徒にね、うん、女の子の部屋に連れてってもらったことがあるんですよ。おろ、まあ自慢じゃないですけど、最初で最後なんですけど自慢だね。でまあ僕はその誰と話すでもなく部屋の隅っこの方でじっとしてたんですが、まあいざそれが終わって自分たちの部屋に帰ると、担任とか学年主任の先生が部屋の前で待ち構えていて、私だけがバシンバシン叩かれたって思い出があります。まあしょうがないよ、罰を犯したの。どうして私だけだったかっていうとね、うん、まあ他にこの一緒に女の子の部屋に行った他の連中っていうのはみんな体格が良かったんだね。ほうほう、先生はチビだったんだ。おお、だからその教師たちにとっては安全な存在だったんだろうなっていうふうに思ってる。先生はその時、あ、世の中っていうのは決して公平ではないんだなと。そこからだね、悟ったな。そこから、あとまあ教師もまた人間であるということを知りました。なるほど、深い、まあ、深いですな。そんなところですね、先生の。まあ先生と言っても、先生ありがとうございます、はい、これまたそういうのが来たらどうするの。もっとた何でもいいんですよ、本当に。長さも本当短くても長くても全然構わないので、うん、ちゃんと そう言っとかなきゃダメだよ。そうですね、また来ちゃう、こんなの。そうだよ、来ちゃうよ、そんなクソみたいなメモリーが来ちゃうよ。ごめんね、でしょ、はい、なるほどね、ください。なるほど。じゃあ、まあ、はい、先生の思い出に関する、うん、送り先は、はい、氏名、年齢、住所を添えていただいて、うん、上の方に出ている運営コメント、運営コメント出ておりますか、か、うん、放送ページ下部にメールフォームあるみたいなんで、なるほど、送ってください、そちらから。お願いします。後ほど公式ツイッターの方でも告知はするそうなので、うん、チェックしていただきたいと思います。はい、皆さんのお便りお待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。それではホームルーム終わります。また日直終わりの挨拶どうぞ。あ、それでは、はい、僕です。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。来週もまた同じ時間にこのチャンネルで、続きの放送をやっていく予定ですので、はい、画面右上のチャンネル登録、この辺、はい、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。で、あと、あ、YouTube も、YouTube も左下です。あ、右下です。この辺にある、よろしくお願いします。ここです。お願いします。あと公式 Twitter も、さっき言ってたペイさんが撮った写真と、あ、うん、あと俺が描いた絵が載ると思いますので、そちらよろしくお願いします。フォローもよろしくお願いいたします。で、URL 全部放送ページの下に書いております。それとあとはいつも通りですが、番組終了後にあのアンケートがございますので、そちらもよろしくお願いいたします。はい、それでは、本日のプレイヤーは三人称のドンピシャと、同じく三人称のペジャンゴでした。それでは次回まで無事に地球が回っていますように。さよなら、さよなら。